はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、またね、ウイスキーなんですけど、水割りウイスキーの白角の水割り。これ結構どこでも見かけるね。特選。特選って書いてあるね。サントリー。なんか漢字でね、水割り上手、見事腕前。淡麗辛口名水仕立て。って書いてあるね。アルコール度数が 9% となっており、特選サントリー白角の美味しい天然水割りです。と書いてあります。これもね、ちっちゃい缶のやつで、250ml。原材料がモルトとグレーン。うん、白角か。白角はやっぱ水割りに合うのかな？わかんない。白角は水割りに合うのか。白角って俺一番飲んだことないんだよね。黒角は飲むんだよ。黄角もまあ飲まないこともないんだよ。黒角、角瓶で一番うまいって言ったら、まあ黒角ですね。まあ、度数も高いし、濃いんで、濃い感じなんでね。そうじゃ、乾杯。うん。ああ。うん、マイルド。というか、マイルドっていうか、口当たりが非常になんかこう、マイルドな感じ。うん。ですね。白角。白角水割り。角瓶の伝統を守りつつも直抽出の味わいを求めて淡麗でやや辛口なタイプの原酒 をセレクトした、白角を手軽に楽しめる天然水割りウイスキー。サントリーのこういう缶タイプのウイスキーっていうのは、俺が前飲んだ普通のあの角瓶のハイボールと、トリスハイボールの缶のやつと、そして俺がまだ飲んでないというか買ってもいない、サントリーのスペシャルリザーブ&ウォーター。これ見たことないなぁ。スペシャルリザーブの味わいを手軽に楽しめる天然水割りウイスキーだって。これも水割りか。ちょっと飲んだことない。飲んだことないし、見たこともない。でも個人的に炭酸水割りよか、なんか、水割りの缶のやつって結構メジャーじゃないよね。マイナーだよね。で、非常にサントリーって天然水が結構美味しくて。サントリーの天然水って結構美味しい。少なくとも日華ウイスキーって天然水ないでしょ。出してないでしょ。当たり前だけど。ね。サントリーっていうのは、まあ、天然水も出してますから、そういう意味で、まあ、天然水には結構、こだわってるのかはわかんないんですけど、よくサントリーのプレミアムモルツとかビール全般なんですけど、だいたい天然水仕込みとかって書いてある。100% が天然水仕込みとかって書いてあるんですけど、それはね、まあ、評価はされますよね。うん。他の製品ではない、
サントリーの、まあ、独特なものという感じでしょうか。サントリースペシャルリザーブ、これちょっと飲んでみてな。これなんか見たことあるような気もするんだけどな。どこで見たことあるんだろう。そもそもリザーブ自体飲んだことない。ウイスキーのね、リザーブってサントリーのリザーブっていう。もう見たことは、あったかな。わかんないんだよな。なんか見たこともない気がするな、リザーブって。これいくらすんだと。これが、スペシャルリザーブ。2300円だって、高え。そもそもサントリーって、これウイスキー、ローヤルか。サントリーローヤルは飲んだことあるんだよな。あのミニチュアボトルだけどね。リザーブって俺見たことないかもしんないな。そういえば。まあ値段2000円ちょいぐらいで買えるみたいですけど。まあ、ローヤルがものすごくまずかった記憶があるんで、なんかあれなんだよ。なんか、サントリーって基本的にザキヤマもそうだけど、白州もそうだけど、まずいイメージしかない。ウイスキーで。高いウイスキーってまずいイメージしかない。サントリーオールドもあるけど、あれも別に大した味でもないし。角瓶はまあ、あの、ハイボール用としてはうまいんだけど、ストレートで飲むとなると、角瓶はクソまずいんで、もう大体ストレートで飲むウイスキーってサントリーめちゃくちゃまずいイメージしかないんですよ。だからほとんど俺買わない。うん。で、ぶっちゃけローヤルもクソまずかった記憶があるんですよ。ものすごい辛かったんだ。確か。だから2000円出すんだったら、他のやつ買うわ。うん。って話ね。他のね、なんか、を買いたいですね。2000円出すんだったら、何買うかな？普通にあれかな？ピュアモルトブラックとか、ピュアモルトホワイトとか買って、まあ、そういえばあれがねえな。俺あれ切らしたの。なんだっけ。フロムザバレル。フロムザバレル買うわ。あんまりうまいっていうイメージがないんだよ、サントリー。ストレートで。サントリーのね、ウイスキーって大体ね、同じような味なんですよ。辛い。辛い。だよね、全体的に。辛い、軽い。香りはあるんだよ。この3個の 3K だよ。3K だよね。辛い、軽い、香り高い。この 3K。香り高いのはまあいいんですけど。辛いのマイナスでしょ？軽いのもマイナスだよね。ストレートで飲むってなると、だいたいその味なんだよ。パターンとして。だから、角瓶ぐらいの1000円ちょいのやつだったら、まあ、買って、ハイボール用意にできるからいいんだけど、あと上級のやつ買っても、大してね、味の重さっていうか、重さと、
日課ウイスキーとかにある、いわゆるちょっと、ねえ、スモーキーフレーバーっていうの、あれがあんまないんですよ。結構軽いの。全体的に。だからあんまり俺好きじゃないんで。サントリーのオールド。オールドもね、やっぱ辛いんだよな。全体的に。もう、飲んだ時に、もう、アルコールのピリピリっとした、口に刺すようなあれが、あれが強い。ピリピリっと。で、それが非常に顕著に出てるのがサントリーのロイヤル。あれがものすごい口の中ブヤーってなったからね。すごかった、あれは。あそこまでね、なんだ、アルコールのね、辛さがね、あったウイスキーはなかなかない。どうなったんだっていう、ぐらい、強かった。だから俺多分サントリーはね、ウイスキーは角瓶以外買わないと思う。普通に。多分。黒角はね、美味しい。確かに黒角は美味しい。黒角をハイボールにすると美味しい。あと、サントリーウイスキーの、まあ、角瓶もそうだけどさ。黄色の角瓶と黒角瓶と、あと、それ以下のサントリーのホワイトってやつね。うん。これは、普通に美味しい。ハイボールにすると。ただ、ストレートにするとまずい。で、響きの17年俺飲んだんですけど、ミニチュアボトルね。これもね、ものすごく高いんです、これ。これフルボトル1万円するウイスキーなんですけど。味の方向性がやっぱりほぼ同じだよね。香りは強いんだけど。重くないんだよね、味が。割と軽めの味なんだよ。うん。サントリーは基本的にウイスキーは香りが強い傾向にあるね。で、全体的に軽くまとまっていて、アルコール臭が強い。っていう。感じだった。はっきり言うと、スコッチに非常に近い。サントリー。スコッチ、そうだね。スコッチに非常に近い。日課ウイスキーはやっぱり非常にスモーキーなのが特徴ですよね。ブラック日課8年をはじめとして、ピュアモルトシリーズ。うん。あと特徴としては甘いというのも特徴です。そしてアルコール臭も少ないというのが特徴。ただ、香りは、サントリーには劣る。のは、まあ、間違いないでしょう。ただし、サントリーのいいところは、ジャパニーズウイスキーではなく、スコッチウイスキーなんですよ。俺が好きな、大好きなボーモアちゃんと、マッカランもあります。そして、ラフロイグもある。アイラ島のウイスキー、ボーモア、ラフロイグあり、そしてマッカラン、
という濃厚な味わいの、ね、スコッチ。これが、あれ、この三大スコッチウイスキーみたいなやつが、俺の中でね、俺の中での三大ウイスキーが揃ってるんで、これはもう、さすがサントリーとしか言えない。ですね。で、個人的に飲んでみたいのは、グレンフィディック飲んでみたいんですけど。グレンフィディック12年ね。これ今度買ってみたいんだけど、値段がこれいくら?2000円ぐらい?違うな。ん?3000円ぐらいか。あれ、正規品でも2000円で買えるのこれ。ええー、それだったらスペシャル リザーブなんてこれいらんよ。グレンフィディック買うよ、絶対。え、楽天で正規品で箱付き2200円で売ってんだけど。グレンフィディック12年の 700ml、正規品だって。ええー、安っ。正規品ってクソ高いイメージしかねえんだけど。並行品しか俺ほぼ買ったことねえんだけど。シングルモルトだよ。なんでお前スペシャルリザーブなんて買わなきゃいけないんだよ、同じ値段で。バカか。って感じっしょ。そこだよね。バカバカしくなるよね。なんでわざわざジャパニーズウイスキーでお前2000円のさ、スペシャルリザーブをさ、ね、スコッチウイスキーの劣化みたいなさ、ジャパニーズウイスキーをだよ。サントリーの、ね、あの、日華ウイスキーだったらスコッチと違いがあるからさ、わかるけどさ。サントリーなんてほとんどスコッチと変わらねえよ、あんな。ぶっちゃけ何が変わってんのかわからん。絶対あの、スコッチの方が、同じ値段だったら 100% うまいだ。今度グレンフィディック買ってこよう。やっぱ明日ちょっとあれだな。スーパーニッカのあれは諦めよう。スーパーニッカのミニチュアボトル買って、で、復刻版のスーパーニッカ3000熱買って、で、グレンフィディック買おう。そうだね。その3個、今日買ってこよう。うん。まあ、一応飲み比べとしてスーパーニッカのあの復刻版のやつの違いを、ね。確かめるために。だからぶっちゃけた話、サントリーなんていうのは、あのジャパニーズウイスキーはまずい。進化を発揮するのはやはり、スコッチウイスキーのサントリーのやつ。ですよね。でも、この白角の水割りは普通に美味しいです。あの、黄色角の水割りとは多分、結構違うね。うん。口の中ススッと飲める。ススッと飲めて、こう、なんていうかな。黒角を水割りにしたとか、黄色角を水割りにしたとは、ちょっと違う。やっぱマイルドな感じがいいよね。ちょっと濃厚ではない。淡麗でいて、それでいて、口当たりが非常にマイルドな。うん。重くない。軽いっていうか、味自体がその、黒角とか黄色角、黒角ですね。主に黒角を水割りにしたのはやっぱり、とはやっぱ違うでしょうね。
白角っていうのは全体的にやっぱ淡麗っていうか、重くない軽い系の味なんで、それと水で割るってことは、まあ、なかなか、その、まあ、軽くスススッと飲めるような感じ。以前飲んだブラックニッカの水割り。より、こっちの方がやっぱ断然美味しい感じはします。まあ、水割り、ハイボールだとやっぱり、濃いやつ。黒角とか、重い系のやつと合わせるといいんですけど、水割りだとやっぱ、結構軽いやつと合わせると、美味しいかもしれないですね。あ。うん。非常に水のような感じで、まあ、悪く言うとね、悪く言うとっていうか、口当たりが非常に水に非常に近く、うん。それでいて、まあ香りが、まあ香りがまあ、まあまあ、まあ普通ぐらい。うん。で、甘さもほぼないので、うん。ブラックニッカの水割りに比べると甘さが弱いんで、うん、ほとんどそういう意味だとやっぱり辛口ですよね。うん。これは結構美味しいとは思います。まあ、ただ何度も言いますけど、わざわざこれを買って飲むっていうか、ねえ、わざわざこの缶を買う必要はあるのかって。普通に白角とサントリーの天然水で飲めと。言われればそれまでなんですが、まあ、そこはまあ、もうこの商品のね、需要がなくなるんで。あれでしょ。ちょっとそこはタブーでしょうかね。まあでも白角自体ほぼ買わないんで。うん。まあこういうマイルドなやつも、まあたまにはいいんじゃないですかね。ハイボールとか、結構舌にこう刺激が来る、炭酸の刺激がね、来るやつに比べるとやっぱり、マイルドなんだけど、なんかこう、ガツッ、こう、なんていうか、ハイボールとかだとすごい炭酸のバババッとした、こう、刺激で、シュワシュワッとした刺激で、なんかあんまり味がこう、楽しめないっていうか、爽快感を、ね、楽しむっていう意味ではなく、ちょっとやっぱり、ゆっくりとして、ゆっくりとした時間をこう、楽しむのには、やっぱ水割りはいいんじゃないですかね。ということでございます。コクはほぼないでしょう。ほぼない。甘さもまあないな。ほとんどない。まあ香りはまあ普通ぐらいか。あ、これは美味しいです。ね。2234です。ご視聴ありがとうございました。